荒川橋梁は、京成電鉄本線の京成赤屋駅、堀切り勝負園駅間の荒川に位置する鉄道橋である。荒川放水路橋梁とも呼ばれている。本校では隣接する綾瀬川に位置する綾瀬川橋梁についても記述する。京成荒川橋梁2020年6月本橋梁は1931年3月に完成し、同年12月19日の青戸駅。 日暮里駅間開業と同時に共用を開始した。全長446.99メートルの橋梁である。また、約27メートル下流側には、東京都道314号こととい大矢田線の堀切り橋が並行してかかっている。開業時より現在に至るまで、本橋梁は、両端が6スパンの単線上路式プレートガーター橋。 中間が61.0立方メートルスパンの伏線下地式極限ワーレントラス橋である。トラスは東京石川島造船所制である。首都高速中央環状線の下を通り綾瀬川を渡る京成本線の列車2020年6月撮影本橋梁は荒川橋梁と共に完成し、青戸駅日暮里駅間開業と同時に共用を開始した。 全長30.5メートルの橋梁である。開業時より現在に至るまで、本橋梁は、両端が1スパンの単線上路式プレートガーター橋、中間が1スパンの伏線下自式平行源、ワーレントラス橋である。トラスは、東京石川島造船所制である。1931年の仮設当時は、問題がなかった荒川橋梁の堤防部分であったが、 その後の高度経済成長期に地下水や天然ガス採取などが下町一帯で行われたことにより時期が経過するにつれ広域的な地盤沈下が起こり海抜ゼロメートル地帯が形成されこの荒川橋梁の部分の堤防が他の場所と比較して低いことで地水上や安全上の問題が生じる恐れが出たため京成電鉄や国土交通省等は荒川橋梁及び 綾瀬川橋梁の掛け替えを決定し、2007年度を目途に工事を実施する計画がある。事業区間は、京成関谷駅、堀切り勝負園駅間の約1 5トルで、2009年から2013年にかけて、環境アセスメントが実施され、2014年より詳細設計に着手された。また、この、 掛け替え事業を契機として掘り切り地区の町づくりとも連携して進められることとなった。計画では原橋の北側に平行原、バーレントラス橋を架ける予定である。その後荒川橋梁掛け替え事業の説明会が2016年11月30日、旧小屋の小学校体育館にて開催され、翌年4月より用地測量が行われ、用地取得が進められている。 ありがとうございます。